カラードドアが開放されました。カラードドア閉鎖まで残り5分です。第一扉が開いたわよ。早く誰がどこに入るのかを決めないと。時間がない。前と同じように私から説明しよう。考えられうる組み合わせの数は前回と同じく3つになる。全員が希望を主張しては収拾がつかなくなる。ここは現段階で一番不利なものに選択する権利を与えるというのはどうだ。BP が1の人間だ。そんな理由納得いかないわ。平等に多数決で。そうよ。アリス、お前はどのパターンがいいんだ。パターン C、 シグマとルナのペアと組みたいな。あら、嫌われちゃったわね。ルナも同意見ってことでいいの。はい、シグマさんにお任せします。あ、そう。私はアリスさんと同じくパターン C がいいですね。四つ葉さんとは1回目でペアだったので他の人よりも安心です。クオーク君はどうですか。僕もそれでいいよ。これで私を含めてパターン C に3票ね。他の人はどう。私もアリスと同じようにシグマとルナのペアと組みたい。あ、はい、構いません。するとパターン B も3票。俺はパターン A を希望する。天明寺はどうだ。うん、わしもパターン A で構わんよ。カラードドア閉鎖まで残り1分です。四つ葉はどれがいいの。私はパターン C がいい。クォークは第一ラウンドで協力を選んでるし、ケイトは1回目でペアだったから。これで決まりね。カラードドア閉鎖まで残り10秒です。9、8、7。さあ、扉が閉まるわよ。行きましょう。わかりました。